いただきます。何を隠そう、一風堂食べ始まって1ヶ月になりました。動画にしない時もあるんですけども、毎日食べてますからね。近所のコンビニに行って一風堂をね、10個単位で買うんですけども、一風堂の人というね、そんなレッテルを貼られております。ですんで私が行くと、すでに一風堂のなんか袋に入れたやつが用意されてるんですよね。ということでね、一つのことを突き詰めると、まあ地域でもこうやって有名人になることができるんですよ。一風堂のラーメンね、今日もいただきます。いや本当にね、毎日食べても飽きないですね。でこういう動画を出してると、ラーメンばっかり食べて体に悪いっていう方もいるんですけども、いや待て待てと、ラーメンだけ食べてるわけじゃないですよ。24時間のうちに1杯ですよ。であとはバランス良い私の作った自炊ですからね。まあ自炊が健康にいいように見えるのもどうなのかなと思いますけども、いやそんなにね、いや私の身体能力の方がラーメンばっかり食べて体が悪いよっていう人よりも上だと思いますよ。私自信を持ってね、私の体、20代を目指しているこの体ね、超自信がありますからね。まあそういった体を作ったからこそ、こうやってねラーメンばっかり食べれると。普段の暮らしがね、やっぱりね不規則だととてもできないと思います。いただきます。うん、やっぱり美味しい。筋トレして、うん、炭水化物を抑えて、サプリメントで栄養調整して、その努力のもとに一杯のラーメン、うん、これからも食べ続けたいな、健康でいたいな、健康だぞ、頑張ります。